手足バランスレベル1です。まずは両手両膝をつけて四つん這いになります。この時に肩の下に両手、腰の下に両膝をつけましょう。ここから片足を真後ろに伸ばします。顔は下に向けて、頭の後頭部からお尻かかとまでがまっすぐ一直線になるように意識をしましょう。足が下がりすぎたり上がりすぎたりしないように気をつけます。10秒キープができたら足を変えてもう1セット頑張ります。ではみんなもやってみよう。まずは姿勢を取りましょう。片足を後ろに伸ばして、このまま10秒よーいスタート。かかとから頭の後頭部までまっすぐ一直線になっていますか？足は上がっていませんか？このままあと3秒キープです。3、2、1。では足を変えてもう1セット頑張ります。姿勢を作りましょう。では10秒よーいスタート。背中腰を意識して体がぐらぐら揺れないように気をつけます。あと3秒キープです。3、2、1。はい、みんな上手にできたかな？いいでもやってみよう。